ウェールズの旗は、ウェールズ語で、赤い竜と呼ばれ、白と緑の2色の旗の上に、ウェールズの象徴である、赤い竜を描いている。文章学でいうところのチャージすべてに関して言えることだが、この旗のドラゴンも正確な描き方は、標準化されていないため、右の図以外のドラゴンの描き方もあり得る。赤い竜の旗が、 ウェールズの国旗として公式に認定されたのは1959年のことである。ウェールズでは現在も使われている国旗としてはこの旗がスコットランドの国旗と並び世界最古のものだという主張がされることもあるがいつからウェールズが赤い竜を象徴としたのかについては歴史記録だけでなく神話においても不明である。あり得る起源としては古代ローマ人がブリテンを征服した際に 騎兵の象徴であるドラコを描いた軍旗も共にブリテンへと渡り、現在ウェールズとなっている地域に持ち込まれたことが考えられる。一方、白と緑の水平のストライプは1485年から1603年までイングランドの君主となったウェールズ系のチューダー家が付け加えたものである。緑と白はウェールズのもう一つの象徴であるリーキの色でもある。 形容されるウェールズの旗ウェールズの象徴として、ドラゴンを用いたと解釈しうる最古の例は、9世紀前半に書かれた歴史書、ブリトン人の歴史で、それぞれブリトン人とサクソン人を象徴する2頭のドラゴンが登場する場面である。しかし一般には、アーサー王ほかケルト人、ローマ系ブリトン人の古代の王たちが、旗印としてドラゴンを用いたという説に人気がある。 ウェールズの古いジョジッシュでは655年頃から682年までのグーインネッツの王カドアラドルとドラゴンが結びついている。その他赤い竜にはウェールズの多くの伝説が絡んでいる。特に有名なものは魔術師マーリンによる赤い竜と白い竜の戦いの予言であろう。彼の予言では2匹の竜が長い戦いをし、最初は白い竜が優勢だが最後は 赤い竜が勝つという。この最後の勝利とログレス王国の奪還は約束された息子によりもたらされるという。これは5世紀から6世紀のブリテン島に侵入したサクソン人とケルト人との戦いを象徴するとされ、約束された息子が赤い竜たるケルト人を勝利に導き、白い竜たるサクソン人をブリテンから追い出すと信じられた。このマーリンの予言は古くは、 ジェフリー・オーブ・モンマスの儀師書、ブリタニア列王氏に語られており、類似のエピソードは前述のブリトン人の歴史にも見られる。中世には、ウェールズの象徴とされていた赤い竜は、チューダー朝の紋章の一部にも使われたが、人々にとっては、ウェールズ成長の行政を象徴するものであり、ウェールズ人の象徴とは見なされなかった。18世紀には、 ウェールズ公のダチョウの羽三本が最も一般的なウェールズの象徴であり赤い竜が使われることはほとんどなかった赤い竜が復活したのは1807年に作られたウェールズのロイヤルバッジにおいてである以後赤い竜は19世紀のウェールズ人クラブなどでバッジや旗に使われるようになり20世紀に入ってから三本の羽に代わって ウェールズの象徴としての地位を確立した。1953年にウェールズのロイヤルバッジにモットーが加えられ、1959年に現行の旗が作られた。現在、ウェールズの旗はカーディフのウェールズ議会ビル、ロンドンのホワイトホールにあるウェールズ省に毎日営をされている。ウェールズ国旗は、 連合王国を構成する国の国旗のうち唯一ユニオンフラッグの中に使われていない。ウェールズは1282年にイングランド王エドワード一世によりイングランドに並行され、イングランド及びウェールズは同一の法律の適用される単一国家としたウェールズ合同法が1536年から1543年にかけて議会を通過したため、ウェールズは イングランドの一部となってしまった。ユニオンフラッグは、イングランド・スコットランド同訓連合成立後の1606年に制定されたため、この時点ではすでにウェールズは存在していない。イングランド・スコットランド・アイルランドの旗が組み合わされた、ユニオンフラッグに、ウェールズの象徴である赤い竜華、あるいは聖レイビットの旗を組み合わせようという提案は、あったが、イギリスでは、議論が盛り上がっていない。 ユニオンフラッグとウェールズの旗を合成する案。代表例としては、2007年11月27日のイギリス庶民院での庶民院議員アン・ルーカスと文化担当閣外相マーガレット・ホッチとのイギリスの国旗にウェールズの旗の衣装を取り入れるべきだとのやりとりが挙げられる。この主張に対し、デイリー・テレグラフがウェールズの衣装を取り入れた旗の試案を募集したところ、 首相ゴードン・ブラウンの顔とリュートを組み合わせたり、欧州連合の旗を組み合わせたりと、英国民からブラックユーモアに富んだ作品が多く投稿された。英国内だけでなく、日本からも複数の作品が投稿されたの衣装とともに掲載された。その後の投票によると、1位はノルウェー人からの投稿作品、2位は日本からの投稿作品となったが、そのどちらもが、 日本のアニメーションを題材とした作品だった。2007年には、元クラブ DJ、作曲家で、キリスト教右派政党ウェールズキリスト教徒等の創始者、ジョージ・ハーグリーブスが、ウェールズ議会選で、当選の際には、現行の赤い竜の国旗をやめて、聖デイビッドの旗に変えると発言した。彼はドラゴンを、ヨハネの目視録12章3節に描かれている通り、 まさに悪魔のシンボルであると述べたが、目視録の当該部分には、赤い竜には七つの頭と銃の角、頭に七つの冠を乗せていると書かれており、ウェールズの国旗の竜には、角も冠もない。この竜は、エデンの園でイブをそそのかしたサタンの化身であって、ウェールズのレッドドラゴンとは何も関係がない。なお、ウェールズキリスト教徒等は、この選挙で無議席という結果になった。 ありがとうございます。